はい、こんにちは。ケース家専門医の塩崎です。はい、今日何でしょうか。一般的にはですね、やっぱこう顔って立体的な方が美しいとされております。特に東洋人の顔っていうのは非常に平面的ですので、やっぱりこう印象に薄くなってしまう。顔の立体感を出してあげるということは、この美容外科手術の一つの目的といっても過言ではないわけですよね。まずはですね、額こめかみ、おでこの立体感を出してあげる必要がある。おでこの立体感を出すの方法っていうのは、ヒアルロン酸、脂肪注入、額のプロテーゼ、そんなにこうよくある手術じゃないですけど、時々ある手術です。あとは定番の鼻ですね。鼻をちょっと割愛します。プロテーゼ入れたり、鼻中隔延長したり、一般に言うとこの鼻を高くするという作業の手術を行っていく。あとはね、上から順番にって言いますと、例えば唇のヒアルロン酸、特に加齢していくとですね、唇ってだんだん薄くなっていきますんで、唇のプルッとさせてあげた方が当然立体感ができます。ただし鼻があんまり低い人が唇ばっかりプルプルさせちゃうと、ちょっとね、鼻の印象が弱くなっていきますんで、それは要注意。あとはね、やっぱ人中もですね、結構人気ある手術なんですけれども、まあ、実際にはね、その顔が平たいから人中が長く見えるのか、人中が長いから顔が平たく見えるのかっていうところで、なかなか難しい側面があるんですね。いずれにせよ、人中短縮は傷とトレードオフの手術なんで、顔の立体感のためにあんまり強くはお勧めはしません。顎、口周りですよね。口周りに関しては、例えば歯の矯正、噛み合わせが前にある人に関しては歯の矯正をしてあげるのは効果的。あとはね、まだあまそれで始まってないんですけれども、いわゆる両顎手術みたいなもので、口そのものを引っ込めてあげるという手術もあります。次は顎ですよね。顎が引っ込んでるよりも顎が前に出ている方が顔は立体的に見えます。よく E ラインっていう言葉があると思うんですけれども、鼻と顎先を結んだ時に、口元と大体ほぼ一直線になるのが美しいとされている。これってまさに顔の立体感の話なんですよ。大事なことは、あんまり顎を下に伸ばすことじゃなくて、顎を前に出したりということです。顎を出すためには、いわゆる男形成という骨切りだったりとか、もっと手軽に言うと顎プロテーゼや顎ヒエロロン酸、こういった手術が適用になると思います。まとめてますと、額、鼻、口元、顎、こういったものの手術ができますよというところですね。どこからやるのがいいかって、なかなかいい質問なんですけれども、これは結構患者さんの熱量によると思ってください。美容整形の基本っていうのは、僕は目と鼻だと思ってる。例えばね、口がゴンと前に出てるんだったら、やっぱりそこを直すべきですし、逆に言うと、なんか全体に目も綺麗だし、おでこも丸いし、なんか顎だけ引っ込んでなんか垢抜けないんだよねって人は顎だけいればいい。熱量と予算次第っていうことだと思ってください。予算10万以内でどうしてもっていうことだったら、まず顎ヒアルやってみようかっていうことになりますね。特に割と顔が幼って見えがちな人、あるいは自信なさげに見える、まあ男性でも女性でもね、っていう人が結構顎グッて入れるだけで意外と垢抜けたりしますんで。というわけでですね、まあ顔の横顔っていうところにフィーチャーしてみると、まあこんないろんな施術があるんですけれども、とにかく自分の横顔に自信がないなっていうことだったら、一回カウンセリングで相談してみてください。インスタグラムでもね、よくね、顎のプロテインとかね、鼻とか入れてますんで、よかったらチェックしてみてください。それじゃあ、バイバイ。